はい、ピースケでサックスペアやっていきますということで、一郎さん使っていきたいと思います。はい、で金徳が左キラー精神的支柱か渾身の決勝打の方かで選べるって感じで、はい、エジプトは左キラー最終的に取っていく感じになると思うんですけど、まあ、現状まだ遊戯王がいないとかあるので、はい、まだちょっとゴブリンとか入れて、勝負師は、能見くんと一緒に取ってっていう感じでやっていきたいと思います。はい、本当はララちゃん借りてっていうのやりたかったんですけど、ララちゃんいなくて、はい、ちょっと別で組めないかなと思ったらこうなったって感じです。はい、なのでまあお試しなんで、とりあえずねこんな感じで組んでいきたいと思います。はい、でまあ得意練習別に関係ないんですけど、打撃走塁2枚にはなっちゃってるので、まあ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 って感じで頑張っていきたいと思います。はい、でまあ一郎さんが、基礎もなお化けなので、全然関係ないところで強いの引いちゃったな。まあ、技術と精神が入るところでトレジャータック来ると、まあ、だいぶ強いのかなっていう、はい、感じになっております。しかも今回外野なので、なんつーの思考ですらないっていうか、ファーストでよかったかもね、このデッキやるんだったら。はいはい、強いな。なんか地味に千丸引いちゃってんだよね。行きましょう。いや、序盤からこれはクソ強い。そうね、能見くん行きたいかな。守備がえぐいよ。ほぼ初手でですよね。カロバでもよかった。まあここか。ラミーが怪我率下げてくれるんでね、なんだかんだラミーと一緒に練習するの大事だったりするんですよね。なんか回復来ないかな。一郎さん回復もあるので、最大値上げと一緒に、もうほんと文句のつけようがないキャラですね。で自己紹介でミートコ作れくれてます、言うの忘れたけど。あらら、アラミですね。ピラミッドの修復をやっぱうまくやっていきたい。やらない。能見くんですね。はい、あ、これ最大値取っちゃいましょう。ちょっと体力余裕あるので。まあ何もないから踏んでもいいか。何だったんだ最初の。なんか突然嵐のようにデカタック来て去っていくんだよね。何なんだろうねこれ。続かないんだよやっぱり。でまあ千丸なんで成功させたいですね、シンプルに。まあそんなに昔ほどの役割はなくなったとはいえ、なんかね、あの PC9 とかで、 PC じゃないか、 PE9 とかで止まるぐらいだったらね、ね、千丸とかでちょっと乗ってくれた方がね、ありがたいんでね。
あと一押しに役立ってくれるといいなという感じです。どっちが多い？まあ、肩の方がいいか。よっしゃ、よろしく。肩踏みます、3ピラ早くしたいんだよね。はい、あら、ここは休みますか。ちょっと失速してますね。あー、これはここですね、さすがに。まあ、ちょっと筋力不安ではあるので、全く踏まないっていうのは多分無理だと思うんだけど、筋力練習ね。まあ、2種なんでできるだけ踏まないではいきたいよね。もうちょい。あ、ナイス回復です。おっと、もったいないです。やっぱね、回復多いんだけどね、多い分っていうのあるよね。いいか、2-1は1です。まあいいか。あ、これですね、最大値上がるのと回復が2段階であるパワーみたいなやつですね。で、本当は1000丸下でチャンスあるんですけど、もう別にいらないので最大値取っていきましょうという。これも1000丸イベなんですけど、はい、普通に回復取っていきましょうという感じです。はい、海岸まあまあ早かったですね。はいはい、なんか違うとこが一番乗りしそう。まあでも、脳みが終われば3ピラー引けるかな。はい、左キラー。はい、ここは打ちに行くべきです。もうね、めちゃくちゃ使ってるからね、イベントは覚えてるさすがに。ああ、ナイスですね。修復完了するので、どうしようかな。ちょっと溢れないようにだけしたいかな。プラスの経験点が読めないんで。告白来てないよね、つうか。で、3ピラゲットです。これが、どっちだっけ？練習手伝うと左キラー。下だと、決勝打だった気がします。あ、間に合った。ナイス。違ったら受けるけどな。あ、ちょうど下を発掘したいので。
ゃー、最大値もういけるかな。ちょっと赤いのがね余裕ないんだよね。いく乾燥早っ。勝負師直撮りかなこれ。てかラブパめっちゃ痒くなかったよ、切れんの。うえー、勝負師取っちゃいます。待って、筋力がなさすぎるな。割と陥りやすいよね。守備で強いの引くとこうなっちゃうんだよな。しょうがないんだけど。あ、ナイス筋力じゃない。精神の方が多い。が、あー、まあキッチンプレイか。まあ悪くないですけど、多分次ぐらいでマミクリが打てるはずなので。それまでタック頑張って。うん。いいんじゃない？はい。700。精神どこで食おうかな。同じかな。でマミクリ完了です。着々とですね。ミクリ打った方がいいかな、これは。うーん。ミクリ打って、どうしよう。これいいか。ちょっと走塁踏みたい気分ですね。決勝打入りました。で金得確定なんで、あの安心してください。強っ。3ピットくか。精神えぐいな。で取り切りたいね。精神系を取りたい。いっぱい吸っとけば回収しやすいでしょ。ここはデート。ラミーかな。精神がすごいね。どこで精神を潰すか。もう取り終わってる感がある。キャー、勝負しはよって感じだね。1万8000点。まあそこそこって感じですね。走塁来い。
どうしよう。今回だけ行くか。技術ですね、今度。ちょっと敏捷が入るので行きたいな。開眼する？ここは独身術。ピラミッド治るからいっか。今回だけね。アンピラー使わなきゃよかったのかな、理想としては。はい、あー、ここかな。赤いの取ってちょっとやっぱ回収したいですね、点数を。ファラオですね。イベントが着々と。これ吸収率上げるか。うん、いいでしょう。本当3人以上がいいけどね。3人以上、あー、また来た。よりも、なんつうの、ターンのコンパクトさを優先したというか、そんな感じです。3ピってもよかったかな。いや違うな、応援する。まあラブパ回復狙いで、ちょっと3ピっていいかな。3ピります。まあいいでしょう。で、あと各種どんだけ上げれるかぐらいにはなってきたかな。あ、ナイスですね。モブいるね。でもみくりで、あ、増えた。どうしよう。精神みんな忘れた。精神も大量か。ここは確定でしょ。怪我とかのがいいか。取ってる。こんぐらいでいい？うん、いいでしょう。やる気。
ら見ていきます。あー、ちょっと溢れちゃう。ごめんねミスったわ。技術がないんだね。練習見てからでもいいか。なるほど。同じですね。はい、じゃあ行きましょうか。やる気を回復したいね。あ、これどっち？また忘れちゃった。ちょっと待ってね、ごめんね。脳みパワープロ一級入魂が応援するだった気がするんだよね。止めるで大丈夫ですね。はい、で二次得です。はい、やる気回復したかな。で筋力が危ない。守備踏みたいかな。やる気下がるな。そして上げるな。ストレートキラーでいいか。あ、いいんじゃないの。こっちの方がいいか。こっちの方が良さそう。普通にビーって上げて、感じかな。500だから大丈夫なはず。一郎さんやばい。2人でこれはやばい。まあ、3ピラ入ってるけど。あ、これ落とされるやつだっけ。違うわ。やばい、イベントデートが一気になくなった。3ピリ痛いです。あー、なるほど。点的にはこっちの方がいいか。やっぱり印象ってまだあるね。大体取り終わってきてるな。守備踏みます。筋力が足りなくなってきた。あと、もうファラオ終わってね。もしかして、海岸2回目かもしんない。取れないもんね。これでいけるかな。ギリいけるか。次筋力いけば。お願いします。いや、めっちゃ点出てんな。バランスは置いといて。
こんな緑取っていいのか分かんないけど。はい。あと 1.5 万どうやって取るかですね。うわあ、危ねえ。回ってこないかと思った。さよなら。ミクリリーですね。で、じゃあ吸収アップは取るかもしれない。ああ、いいですね。で、精神どうしよう。大丈夫かな。まあまあ大丈夫か。はい。いいんじゃないですか。い溢れてる。ラミーはいないのか。あ、カラバももうないのね。なかなかきついな。ベーランでもいいんだけどね。魔術師取ります。まあ回復。序盤の立ち回りにちょっと戻るって感じだよね。ちょっと取っちゃうか。あぶぱ。どっち？これで筋力、あ、臨床もないのか。まあ、回復狙いで。どうなのこれは。いいのか悪いのか。まあ4万点ですね今。なんとも言えないですね。お待たせいたしました。まあみんなで固まってくれればまだ可能性はある。ファラオはもうなさそうなので、
4万乗ったかな、乗ってない。どうしようこれ。放出より吸収じゃないか、必要なのは。核上げれない。700ならギリセーフか。マミクリがなくなった。誰行く誰行く誰行く。ゴブリンにかけるか。あ、ナイス。ちょっと査定的にはちょっと微妙です。あと取るのって早急ぐらいか。次になんか金、まあ走塁で、みんな集合してくれればまだわかんない。あとキャッチャー取ってないな、まだ。お待たせいたしました。エジプト同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で渡部。やった、これはこれ入らない。エジプトリードで迎える2回です。ツーアウトランナー一塁という場面。打ったこれは強烈、右中間、場外。エジプトリードで迎える5回です。今日2打席連続でホームランを放っている渡部。見送ってボール。第2球投げた、打ちました、投げた、ボール。第4球を投げた、打ちました、痛烈、左中間を受け、上が。8回の裏エジプト攻撃に入ります。この回のトップバッターは渡部。今日6打点を挙げて、これはいい当たりだ。ファーストなら乗ってたかもな、もしかしたら。エジプト光ってね。筋力が欲しい。コツいくらでもくれんじゃん。今何点？いやでも結構普通に強いな、やっぱり。お待たせいたしました。2回の裏エジプト攻撃に入ります。この回の先頭バッターは渡部。打ちました、痛烈、センター見送り。エジプトリードで迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面。あっと、右中間、入った。6回の裏エジプト攻撃に入ります。この回のトップバッターは渡部。今日3打点を挙げています。
第2球投げた、きた、宇宙間一投、入った入った、よいしょ。エジプトリードで迎える8回です。今日3打席連続でホームラン、打った、これは強烈、いった、入った入った、エジプト。どうしたらいいのこれは。あ、早急くれた経験点期待してたんだけど、どうしたらいいんだろうこれ。やっぱあと3、4000点はいるってことだよね。お待たせいたしました。2回の裏、エジプト攻撃に入ります。先頭バッターは渡部、ボール。最近ハマんなすぎてちょっとファラオの無駄遣いが多かったかな。打ちました、痛烈、いった、入った入った。エジプト勝ち越しのチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で渡部、ひときわ大きな声援が聞こえます。さあ次の投球、これはいい当たりだ、いった、入った入った。5回の裏、エジプト攻撃に入ります。トップバッターは渡部、今日4打点を挙げています。打ちました、これはいい当たり、打球入った入った。エジプトリードで迎える7回です。今日3打席連続でホームランを放っている渡部、あっと、いった、はい。最後に最後にね、強いな。海外もう一回したいな。ほぼ取ってんだよな。はい、ちょっと最後考えます。お待たせいたしました。ワンアウトランナー一塁という場面で渡部、第9球アウトコース低めいっぱい、ストライク、まずは見送りました。第2球投げました、きた、なんかファーストなら乗ってた匂いがして、なんか失敗したなまあいいか。ツーアウト満塁という場面で外れた、ボール、投げました、打った、これは強烈、いった、入った入った。エジプトリードで迎える5回です。今日2打席連続でホーム、打ちました、痛烈、いった、入った入った。8回の裏、エジプト攻撃に入ります。この回の先頭バッターは渡部、今日7打点を挙げています。投球これから2球目、低め、ボール球打った、ヒット、ボールは中継、三塁だ、スリーベース、危な、負けそうだったよ。祝福入るから、まあ7はいけるか。あー、で一応バンクルがまだ査定には加算されてないと。筋力だけ300点ぐらい入んないかな、入んないか。4万4000、まあそこそこ出てますね。最後ちょっと踏ん張りきれなかったかなーって感じですけど、各種上げ、各種各県とみたいな、各種上げるしかないんですけども、ね。
八か。なるほどね。技術が余っちゃった。筋力不足でしたね。まあでも筋力あってもちょっと足りなかったかな。まああとやっぱね、999までしか貯めれないからね、さばけないんだよねっていうのもあって、無駄にちょっと使っちゃったところもあったかもしれないですが、はい、ということでまあ8は作れたという。あ、でも一応左上か。そして、多分ファーストなら乗ってたわ、ごめんファーストなら多分乗ってたわ。はい、ということで、こんな感じでした。まああと数千点ですね。まあ1000丸なら 4.6 あればいけるのか。でまあ4.78 あれば多分乗せれると思うので、はい、ということで、まあ文句なしで強いということでは証明できたんではないでしょうか。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とお願いします。バイバーイ。